グループ1の方は、ミスミシェフが作るフランス料理。めっちゃ食いてえぐい、えぐい、めっちゃ食いてえ、そんなんもう一番やん。はそんなん一番ええやん。張り倒すの張り倒すの。ホペイロの工場です。よろしくお願いします。チラチラということで、しげ、たける、りょうはグループ1ということで、この後存分に楽しんでください。で、グループ4、あざす、ひなた、れんは野宿ということで明日に備えて、明日に備えてね、うん、しっかりと休んでください。では、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。グループ1の方々、すげえ。よっしゃ、腹ペコっすもんもうお腹減りましたよ。やば、ガチすごっ。失礼します。階級の差エグいな。確かに俺らこの後のマッサージもあるでしょ。マッサージやばいな。それではグレードアの皆様、お待たせいたしました、本日のお料理を振る舞っていただくミスミシェフのコウヤさんです。三菱シェフ、よろしくお願いします。はい。よ、シェフ。こんばんは。こんばんは。シェフの三菱です。今日はたくさんゴールを獲得したエゴイストの皆様に、渾身のフランス料理のフルコースを、振る舞わせていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日の品数は、6品。おお、はい。前菜からデザートまで。ご用意します。はい、お好きなように食べていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃいいんですよ、えぐい。まずはこれがスープと、野菜を使った前菜です。スープがカブのポタージュです。あったかいポタージュ。カブポタージュ、えぐい。で、お野菜の料理がラタトゥイユ、地中海のトマトを使った、夏野菜料理ですね。申し上げてください。マジ頑張ってやがったっすね。よかった。やばいいわ。うわ、これも前菜、もう一つ前菜。あ、全然ないやん。これも前菜。うわ、めっちゃいじる。真ん中がサーモンとコゴミっていう山菜とタラの芽っていう山菜の、フリットになります。これも下のソース、トマトと一緒に召し上がってください。それでは、どうぞ、お楽しみください。いただきます。いただきます。いただきます。イクラのスープなんか見たことないですけどね。うますぎるやん、これ。なにこれ。やばい。うまっ。刺し。うまっ。うまっ。バリうまい。うまっ。たくあんの納豆食べてる人がいるのはどうですか。かわいそうですね。いやちょっとやっぱ蹴落としちゃったんで。あ、それはありなんです。あ、じゃあ僕もおで判定いいですか。キウイ、はい、あ、武蔵館のね、はい、あ、ゲーム、あ、張り倒すぞ張り倒すぞ張り倒すぞ最高やな、もうね、幸せ。今日行っちゃいましょうか。あ、これ最高だ。これたまに幸せですね。いや、最高。おばさん、何のおかわりですか。たくあんと納豆です。僕は今日これしか食べれないですから。待って、卵ダメかな。スタッフさん、もう口も聞いてくれません。那須さんにさ、4人連チャンで勝ったら卵1個獲得権かな。やらん。おもろそう。おもろそう。じゃんけん。ちょっといいっすか、それだけ。4人連続で勝ったら。4人連続ってなかなかむずいじゃん。むずいむずい、ね、確率的にありえない。中年連続。はい、いいよ。いいっすか。まあ勝負の高いの。じゃあこれもうスタッフさんに言われると、もう那須さんが OK って言ったから。俺から最初から重なっ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 。勝負の世界やからって言っとる人がズルしたやん今。むちゃくちゃ重んないことしてる。普通に2連
勝2連勝俺らもうアドバンテージ2勝でしょ。あ、2勝だから3人だから 3、もう3人目。じゃあもう、あともう2回勝った卵やぞ。卵だいぶでかい。卵でかい。卵オッケー。なぜ3人だっけ。めっちゃっけ。あ、もうずるそうだって言った。入りすぎやな。最初逆にね。うわあと1人、あと1人、よし、行く行こう。マジか、卵行こう。じゃあグーじゃあグー、じゃんけん出す効果のウィーホイとかじゃない。最初はグーじゃんけん、じゃあグーじゃあグー。お前は最高、お前だから最高。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。卵ゲットゲット、これでかいよ。勝負するな、卵ゲット。いや、いいだろ。卵取りに行こうぜ。卵行く、クナットセッター行こう。せやん、嘘でしょ。いきますね。パカーン割って。うわ、割れるんや、ね、お前の卵。割れるよ。あれ、これ、生卵って何用のやつ。FCFC やっぱし、FCFC これ、那須さん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 、やっぱし、これ那須さんと、あの、交渉して、なんかその、俺ら4人連続買ったら卵1個だけ、1人ずついいよっていうあれがあって。でもそれを組めんのはなしですよ。なしですよね。いや、別になしですよね。なしやわ。僕もあかんと思った。ここまで行くなってか。ここまで行くなって。あ、大丈夫です。あの、スタッフが美味しくいただくんで。那須さんの交渉されてなくない。那須さんとは、那須さんが言ってた。那須さんが、俺が言うよ。じゃあこれもう、スタッフさんに言われても那須さんが OK って言ったから。那須さん、ちょっと那須さん、はい、夏休みまでちょっと集合してほしいです。はいはい、卵がダメっていうちょっとで、スタッフさんに言われて、回収されちゃったんです。それはしょうがないです。やべえ、やべえから。俺が言うって。俺が言うみたいに言ってたじゃないですか。俺がスタッフさんにさ言っとくからいいよって、うん、勝負の世界だからって思って。うん。のはどうなったんですか。スタッフさんの勝負だから。やべえ人だ。お疲れ、お疲れ。この3人がいろいろ準備してくれました。ありがとうございます。結果がさ、悪くてさここに来ちゃったけど、寒いっしょ。寒い、寒い、寒い、暗いっしょ。ってことは星がめっちゃ綺麗に見えるから。あったけえ風呂も作ったしね、そこの火もあるし、でテントも、あと食材もあるからさ、こっからさ、3人でさ楽しんじゃって。ってことで、じゃあ料理からまずしましょうか。はい、わかりました。米炊いてカレー作るって感じで。はい。うわ、申し訳ないな、なんかこんな経験できちゃって。過去一に並ぶぐらいにはカレーできそうやな。本当ですよ。いや、ないよ、レンがこんな米をこんなんしてる時ない。ねえ、入れないよ。そうだよ、もう普段もうブランドの服着て写真撮ってますから。いやいや、こんな森着て。ねえ、こんなん100うまいやん。やばいね。すげえ、こんなの見たことない。入れすぎちゃった。こんぐらいか。俺の知ってるカレーってこんなんだったっけ。大丈夫。いい、もうちょうどいい。えぐい、めちゃくちゃいいじゃないですか。いいね、いいね。えぐい、うわ、めっちゃ綺麗やん。えぐい、めちゃくちゃいい。光ってない。これ光ってるな、米な。もう農家の方の顔まで浮かんでくる。これ見たら一番いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ほら、えぐい、うわえぐい、えぐいよこれ。せーの、うわいや大成功。あ、いいな、えぐい、めっちゃ匂い、やばい。そうだ、これは最高だ。いただきます。いただきます。いただきます。おお、うまっ、うまっ。カレーだ。めっちゃうまいやん。やばい。
しかないメインディッシュのお時間です。よっ。持ち方が違う。確かに。カモに匂いがやばいわ。うわ、うわヘルシー。よし、ね、あの納豆を食ってるやつらいる中こんな贅沢して鴨肉のローストはマジでヘルシー。笑っちゃうっすね。うん、うまい。最後デザートでこれどうこう、うまっ。前に入ってるっすか。ちょっとだけラズがやっぱりこれ分かるタイプさすが。ちょ、いくつだっけ。いいです。あー、なかなかいいの食ってるね。グルメ、グルメ。いや、ちょっとみんなには申し訳ないですけど、これはマジでうまいっすわこれはマジでうまいっす。いや、マジで良かった。手を合わせ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。グレードさんの皆さんにお集まりいただいております。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかインフットボールするんですけども、はい、この試合にチームにスペシャルマッサージをプレゼントさせていただこうと思います。グレード3とグレード2どちらも威信をかけた戦いということで、このマッサージ、いやー欲しいわ。スペシャルマッサージ、マジ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 で欲しい。でかっ。まず我々名古屋グランパス、私がいます。いや負け格みたいなやめてください。負け格やろ。どこがやねん。強いやろ。ど真ん中に。え、これスタメン外していいですか。外すな、ほんとに前で。はい、稽古だ、やった。おお、こっち稽古やったちゃうんですよ。スペシャルマッサージってグレード1の人が受けるマッサージですか。それとは別。それとは別でまたみんな使えていらっしゃると思うんで。ありがたい、ありがたい。買った方がですもんね。そうです、買った方が。じゃあ俺が青っすね。俺これ。あ、俺これ。いきますよ、いきますよ、いきますよ。俺がキックオフ。これって何色。前蹴って、キヨくん。ナスさん。うん、パスを。え、めっちゃいい。いいよ。守備から早く行こう。うん、チームワーク。声かけていいから、全然声かけ。これ俺。切り替え最高。お前最高。中準備できてる。おい、切り替えて、はい、来た、はい、冷静に、冷静に、冷静に、はい、イエーイ。手前でそれ。オッケー、オッケー。はいはいはい。もう取り返そう。はい。でこう当てる一回。はい。これ全部した。で。オッケー。これだ。全部まだ。はい。ファール。これ。じゃあ。はいはい。こっちか。じゃあ。スルコ。これ。じゃあじゃあじゃあウンパじゃあウンパじゃあウンパじゃあ。これどこ？はいはい。これおらって。おウンパおら。ありがとう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 。ありがと
せやそう、そのままだ。こっちのポリも出てるよね。ポリもちゃんと。あ、もう、結構、あ、誰か。あ、誰か。あ、誰か。あ、そういうこと。ナスさん、そういうこと。なんかね、稽古の方がいいんで。うん、結局でもこの時間帯が使えないから。なるほど。稽古は。まだよ。まだ中おるよ。あ、ウーパー。3人目、3人目。ウーパー、ボール持ったらどうする？あ、エクインちゃう。やばい！でかいでかい。いやーでかい。一応そう交代でいいよな。グレード2と3。それはちゃうやん。ちゃうな。ちゃうな。ちゃうちゃう。分かった分かった。2対1で我々グレード3の名古屋グランパスが勝利しました。おめでとうございます。ではグレード3のチームの方々に。スペシャルマッサージをプレゼントするので、お部屋で待機していてください。オッケー。よっしゃ。うわ。いいな。ありがとうございました。ありがとうございました。うわー、これか。えぐー。あ、いける。いけそうだな。あー、いっちゃいます？ジュース。うわ、ジュース。冷たいからつく感じんのかな、きっと。いや、それはありますね。だからもう入っちゃえばこっちのもみたいなとこしてぶっちゃけあります。じゃあ、バーって入っちゃった。バーっていっちゃいましょう。いきます。はいはいはい、いきましょう。はい、3、2、1。あー、ファイヤー。チュース。あー、やばい。マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い。ちょっと待って、ちょっと、タオル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 、さあさあタオル、先輩。大丈夫ですか？いや、危ない。これは？いや、これだよ、これみんな。ゴエモン風呂の醍醐味、これだよ。え、どうしたんですか？何があったんですか？いや、だから、熱いのを恐れて、ちょっとなんか、やばい、どうしようみたいな。熱かったらどうしようって、すぐ逃げれるようにみたいなので。一旦足に行ったの。ちょっと僕らかなって入ってくる。あの、この汚れは。じゃあ、気を取り直して。だいつもこっちももう火ついてないんで。失礼します。はい、ゆっくりで、片足ずつ、片足ずつ、片足ずつ、次、逆足を入れたら。オッケー、オッケー、いい、いい、いい、はい、はい、はい、あー、ちょっと、やべ、気持ちいい。おい、やばいぞ。え、最高だよ。そうそう、あっつ、そうそうです。ほらほら、いい。あー、気持ちいい、気持ちいい。あー、気持ちいい。あ、でも熱いわ。え、両足いたらもう終わり。あ、そう。あ、熱い、熱い、熱い、痛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 い。あー、あー、いけ。最後、俺ダメなんだよ。ピリってくる。ピリってくる。俺ほんと熱いダメなんだよ。じゃあね。あっつ、背中ピリってくる。あれ、みんなは、え、一人なんかこれみんなで味わうとかじゃない？え、はい、こんばんは。グレード1の皆さん、こんにちは。グレード1です。買っていただいた3名の方には、これから、アロママッサージか、ヘッドマッサージの方を受けていただくことができますので、まずどちらを選ばれるか。これじゃヘッド。ヘッドで。ヘッド。ヘッドで。じゃあ、はい、わかりました。では、ヘッド、アロマでやらせていただきます。はい、これマジ撮影してんの忘れそうなぐらい気持ちいい。やばい、あれ気持ちいい。目が寝てるせいで。これはなんかこのスッキリしますね。気持ちよすぎる。やりましょうか。やりましょうか。お願いします。じゃあ
じゃあ、運搬ですね。どういうこと、どういうことか。なんで、なんでもう俺確定。いや、ちょっと待って、本当に怖いんだけど。大丈夫ですか、大丈夫。大丈夫。力抜いた方が楽です、ね、絶対、うん。待って、あ、待って、嫌な予感してきた。力抜いた方がいいですよ。呼吸だよ、呼吸。あ、待ってね。大丈夫俺痛み弱い生活習慣悪い痛い生活習慣悪い痛い怖い痛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 いちょっと待ってくれ逃がしてくれ痛い痛い痛いちょっと待ってくれ待ってくれ頼む頼む待ってくれもう頼む無理無理本当に無理俺痛みほんまに弱いです。はい。はい。わかりました。じゃあ右足を。先生、お願いします。はい、お願いします。力抜いた方がいいですよ。はい、すごいね。そのあたりがちょっと…そのあたりが…手の汗みたいになる知れんけど、でも俺いい方ではあるわ。先生、いい方ではあるんで、もう大丈夫です。生活習慣、多分いいっすわ。私がでも耐えれてる。でも、いや、俺もう大丈夫。まだいい方やわ。明日も私が、ちょっと検定気味なんですね。こういう方ってね、あんまり痛くないです。うわぁ、そのために扁平にしました。めっちゃ受けた。最初は、気持ちいいですけど。大丈夫ですよ。リクリク、先生の目見て。先生の目。じゃーきたきた痛い ち, ょっとちょっと待って痛みに強いんで、さっさん俺これ絶対いけると思う。いやいや痛い、俺は多分痛いと思うよね。いやマジ痛い。集中してる。じゃあボーダーいってる。あ、力抜いた。深呼吸。あ、でも足柔らかい。わあ！さあ、急に来んな。急に来んな。オッケーオッケーオッケー。グーしてる。すごいね。やばいやばい。グーしてる。でグーしてる。手出ろ。あげてくれ。やばこれ。先生の先生の先生の顔見てください。負けたからだろ。負けんなこれ。超ですね。超っすわ。うわ、これいいっすね。ありがとうございます。ありがとうございました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 。本当に怖い。いつでも呼んでください。ありがとうございます。
しばらくね。またお願いします。ありがとうございました。すいません、またお願いします。どこがスペシャルマッサージや、もう。皆さんこんばんは。第2期ウィナーズホペルの工場です。よろしくお願いします。チラチラ、今日はですねグレード1の3名の方いらっしゃるんでスパイク磨いてあげようと思いまして、これから部屋に突撃してきれいに磨いてね、明日も1日頑張ってもらえるようにちょっとやっていって生きていいと思ってます。はい、すいませんね、いきますよ。まずはね、あのマナーとして開けて開けてからここでエールさエールさはぁ、あ、お、1位よ、トライアウト1位。今日絶対2位よく早がってきたな。お前らスパイク磨いて寝てるか。今日はね、ホペジローがホペジロー言うてるトップ3のスパイク磨いてあるから、スパイク出しな。本当に本当に磨いてる。当たり前じゃねえかよ。磨きがやるね。いいいい革がカンガルーなんですよ。いい革使ってるね。全国のタケル君ファンの皆さん、気になりますよね。気になりますよね。スメルチェックタイム。すみません、失礼します。新品？新品よりちょっといい匂いする。え？それはないっすよ。今日この中で眠りたい。僕のスパイク。ちょっとこれよく取れくさそうやな。いやちょっとね、じゃあスメルチェックタイムいきますか。お願いします。いきます。りょうくん左利きですもんね。はい。ちょっと左いただきます。いやでもサッカー上手い人の匂いだわ。うん、いや、りょうくん、はい、これ自分で磨いてくれる。磨いてくれるチャンスか。はい、お、しげくんもどうぞ。これあの、かの有名のパラメヒコじゃないですか。はい、じゃあちょっと磨かせていただきます。いや、申し訳ないです。じゃあ、お預かりしてもう皆さんゆっくり休んでもらって、あの、部屋のところにこう立てかけておきます。マジっすか。朝しっかり回収してたんですか。じゃあちょっと行ってくるわ、みんな。マジっすか。ありがとうございます。おそうっす、おそうっす。ほな、ほなな。こいつらにちょっと頑張ってほしい。本気で磨くっす。タケル、お前はこれからのウィナーズになっていく男だぞ。頑張れよ。りょうくんは本当に誰よりもウィナーズに入りたいって言い続けて、それを体現した選手だから、このスパイクに出ているよ。りょうくんがどれだけ強い思いを持って蹴り続けてきたか。りょうくん、いつもありがとう。りょうくん、今のヴィナーズがあるのはリゼムのおかげだからよ。リゼムのメンバーで誰が一番試合に出てしっかりとチームを支えてくれたかっていうと、やっぱシゲなんだよ。俺はあいつだったら胸を張ってディフェンスラインを任せられる。しげー、おかえりしげ。何ですかその格好は。ちょっと僕らも分かんないですけど、これを着ろと言われ、ね、落とされたらこうでした。今日はゆっくりお休みください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい人やろうぜ。イーストやれよ。レゼフ、
コナミ。